ケンの心臓には生まれつき小さな穴があった。病名、心室中隔欠損症、習性大血管転移なども併発。医者は初め1年は持たないと言った。その次は3年、しまいには残された手立てはないとサジを投げた。しかし奇跡は続き、ケンは15歳になった。ケン、寒くない？大丈夫。ありがとう。この様子じゃ今回もダメかしらね。そう簡単には現れないの。でも粘ってもう何年目？最初に見たのが小学校1年の時。そんななる？あの時お母さんもびっくりした。2メートルあったよね。あのまま翼に捕まったら本当に空飛べたんじゃないかな。うん。剣が再会を待ち望んだのは、山の中で一番強い幻の鳥、イヌワシだった。剣はこの時も多分イヌワシの奇跡を信じていた。そして私がその奇跡の本当の意味を知ったのは、ずっと後の雪の降る静かな日だった。11月13日、天候晴れ。この日は半月の自宅療養を終えた県の久々の登校日だった。どうした？あ、来客中か。ほら、助かるぞ。目白か、珍しいな。ケン、ケン。ごめん、お客さんだった。まあいいけどさ。また雨具忘れたでしょ。今日降らないの？天気予報当てにしないの。風邪ひいたらどうすんのよ。わかりました。ケン、今度は何？キラちゃんのプレゼントは？カバンに入ってる。そういうのは忘れないのね。そりゃそうよ、大切な彼女だもん。そうそう、彼女なんだって。彼女じゃないよ。またテレちゃん何言ってんの。違うよ。ほら、あんまりからかうなよ。ケンもはしゃぎたい気持ちはわかるけど無理すんな。そんなガキじゃないよ。母さん、早く車出して。うん。これ十分はしゃいでるよな。かなり。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。何使ってんの？ケンと待ち合わせ。またあいつかよ。またって、今日は今年30回目の登校日だよ。そんなの数えてる暇あったらちゃんと10来い。ピアノの練習が忙しいの。嘘つけよお前。駅前でぼーっとしてんの見たぞ。今日は一緒に。来た、こいつも行こう。いいです、先行ってます。ケン、おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。あれ、こいつはなんかさっさと行っちゃった。また太ったでしょ。太ってないよ。どこが太ったの？ねえ、ちょっとなんかぷよぷよ言ってるもん。音がする。いいじゃないの、健康な証拠。キラちゃん聞いたわよ、来月区の音楽祭に出るんだって。まあ
すごいじゃない、学校の代表に選ばれるなんて。たまたまですよ。その祝いと言っちゃなんなんですけど、どうぞ。何？開けてみて。CD？ キラが演奏する曲が入ってるから、少しでも参考になればなと思って。あれ、もしかして持ってた？うん、ありがとう。それじゃ、行きますか。宮田先生。はい。長島君のことですけれど、心臓病管理指導表、くれぐれも守ってくださいね。そのつもりですけど。つもりじゃ困るんですよ。先月課外授業に同行させたでしょ。あなた怖くないんですか？怖い？こう言っちゃなんですけど、あの子は心臓に爆弾を抱えてるんですよ。本来なら養護学校に任せておくべきなんだ。面倒なことにならないよう注意してくださいよ。ケン、カバン持っとくか？あ、いいよいいよ、ありがとう。おはようございます。あ、おはようございます。先生、おはよう。おはようございます。おはよう。お母さん、校長が話があるって言ってました。はい。じゃあケン、夕方ね。先生、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。秋の日差しが心地よかった。大丈夫です。寒い日や雨の日と、ほとんど学校に来られないケンにとって、絶好の登校日和のはずだった。実はクラスの母親から息子さんのことで何かと制約を受けるんじゃないかと心配の声が出てまして。制約ですか？例えば息子さんの周りで動きが制限されるとか、階段の上がりより移動教室の付き添いですか。受験前なのでわずかな時間も貴重なんですよ。事故防止のためにも車椅子の使用お考えいただけませんでしょうか？そんな必要ないのに。それにうちの息子も同じ受験生です。しかし他の子供たちの意見だって無視できないでしょう。わかりました、考えてみます。でも一つよろしいですか？ケンをあえて普通の学校に通わせてるのは、本人がそれを強く希望してるからです。もし突発的な事故が起きたとしても、覚悟はできてるつもりです。失礼します。はい。綿貫先生、いつもどうも。はい、わかりました。父さん。何？母さんも呼ばれたのか？うん、薬取りに来いって電話あったの。お腹の中でバイキンが暴れとるからな、冷たいものを飲んではダメだぞ。はーい。水分を多めに、消化のいいものを食べさせてね。はい、お大事に。揃ったか？中どうぞ。はい。車椅子？また来ちゃった。こっちはみんなと足並み揃えようって努力してるのに、病弱児に対する偏見って今も変わらないんでしょうか？直子さんの気持ちはわかるが、俺は賛成だな。先生。うん。健忘の検査結果が出た。
いずれ大学病院から説明あると思うが、早めに知らせた方がいいだろう。はっきり言って心臓の状態はあまり芳しくない。また入院ですか？いや、その必要はない。どういうことです？心臓の機能が成長に全く追いつけないんだ。あんたたち俺にとって健康の成長は何よりの楽しみだが、悔しいことにその成長が命を縮める原因にもなってる。そんな。これからは風邪が流行る。風邪が発作を誘発する危険性もある。風邪を食い止める薬はあるが、発作を防ぐ薬はない。いずれは体調には関係なく突然発作を起こすことにもなるだろう。そのうち発作を起こしたまま意識を失うことも。意識を？手術でなんとかならないですか？そんなことをしたらかえって心臓の負担を大きくするだけだ。あとは健忘に残された力を信ずるだけだ。せめてこの冬をね。Over the years, she climbed many mountains with her friends and family. In 1971, she joined a group which was planning a big climb. Every night, she prepared for the climb by jogging. And this was just the start. はい、そこまで。よく予習してきたわね。剣の成長が命を縮めるなんて、このままじゃ剣はどうなるの？母さん落ち着けよ。またたぬき先生の脅しに決まってる。あいつはお前が産んだ強い子だろ。俺たちが信じなくてどうする？分かったらいつもの母さんで迎えに行ってやれ。行ってくる。あ、名護一、キラ知らない？先生に呼び出されたって。なんだよ。さあね。なんかあいつ最近元気ないっていうか、なんか変なんだよ。変って？お前の心配することじゃねえよ。やろ。たまにはうち遊び来いよ。心配してたよ。まあ受験に期末にピアノじゃ身が持たないのも分かるけど、そういう時は自分が一番大切なことを中心にやった方がいいよ。俺もこの時期体調悪いけど、富士見大附属高校一本で頑張ることにした。決めたんだ。やっとね。その大学、野鳥の研究センターがあるんだ。高校生にも開放してるっていうし、野鳥研究会もある。それ聞いたらがぜんやる気出ちゃってさ。昔から言ってたもんね、野鳥の研究会になるって。夢はでっかくって言うじゃん。俺も体のこと不安だけど、先のこと考えると勇気が湧いてくる。ケンは絶対頑張ってよね。
なんだよそれ。自分だってピアニスト、親父に期待されてんだろ。まあお互い頑張ろうよ。私ピアノやめるんだ。また冗談だろ。笑えない冗談は言わないよ。先帰るね。いい加減しなさい。もう怖い。いいじゃんね、育ち盛りなんだから。そうだ、そうそう、体力つけないと受験生にも勝てないでしょ。そう、おかえり。無理して食べなくていいから。なんだよケン。ん、明日から車椅子使うぞ。何言ってんの。学校で言われたんだ、移動が楽だし安全だからって。たぬき先生も足に負担かけない方が早く治るって言ってた。車椅子使えば今よりずっと自由が利くぞ。そんなの自由って言うかよ。だいたいここが治んない限り手も足も動かないことぐらい知ってるよ。それでも普通になろうと必死に頑張ってんのに、そんなもん使うぐらいなら病院学級行った方がマシだよ。本気で言ってるのか。そうだよ、母さんもその方が楽でしょ。じゃあ明日退学届出してこい。お父さん。だってそうだろう。たかが車椅子ぐらいで今まで積み重ねてきたことをあっさり捨てるようなやつに頭下げてまで言ってもらう必要はない。ケン、本当にそれでいいの。もうやめてよ、ケンがかわいそうじゃない。黙ってて。ケン、今の気持ちはっきり聞きたいの。そうじゃないとお父さんもお母さんも明日からどうしていいかわからない。父さんたちはケンの本当の気持ちが知りたいだけだ。やめたくないよ。普通の高校にも行って大学にも行きたい。富士見大附属高校に行くことに決めたんだ。これからも母さんの力借りなきゃいけないけど、お願いします。力を信ずるだけだ。大丈夫か。光と純に全部話したよ。なんて言ってた。また医者の脅しよって同じこと言ってた。ケンなら必ず乗り越えてくれるって。
ケンの本当の気持ち聞けてよかった。さっきケンがご飯食べてる姿見てられなくなって本気でこのまま成長が止まればいいのにって思ったの。口から一歩も出さずに剣の自由全て奪って生きて出てくれるんだったらひどい母親になってやるって。バカだな。今まで通りケンのこと応援していいのよね。当たり前だ。将来ケンが鳥に囲まれてる姿母さんも見たいだろ。ケンの夢絶対叶えてあげようね。っていうかな、人の目なんか気にしないのね。ケン、少しでも調子悪くなったらすぐ先生に言うのよ。なんだよ改まって。いいから約束して。絶対無理しないこと。そのための車椅子でしょ。帰りはここまで迎えに来るから。分かった。うん、じゃあ頑張って。早く行きなさい。行ってきます、うん、ケンちゃん、なんだよそれ。どうしたの。どうしたの。ほらみんな席ついて、席ついて、ほらついて。長島くんね、これから疲れやすい時だけ車椅子使うことにしたの。みんな協力してあげてね。何ボケっとしてんだよ。ほら行くよ。ありがとう。いいっていいって。通りたい時でも行ってね。みんなありがとうね。何よ。大丈夫大丈夫。じゃあ今日のお休みは水沢明さんだけね。先生、水沢は風邪ですか。お家の都合だって言ってたわよ。どうして。いえ、パパの荷物どうするの。後で取りに来るって。意外と荷物少なくて済んだわね。それだけ捨てるものが多すぎたんだよ。パパ、私たちに会いたくなかったんだね。あのピアノは。このまま置いといてください。はい。本当にいいの持ってかなくて。
いい、ピアノ始めろって言ったのパパだし、未練たらしいの嫌じゃないね。そうね、明日からママ一生懸命頑張る。二人で頑張ってパパのことなんか見返してやろう。こんにちは。おぶねえなお前。悪い、事故までまだ時間あるよね。なんだ、一緒にキラのとこ行かない？あいつ昨日ピアノやめるって言ってたんだよ。全然わけも話さないし、ゴイチも変だって心配してたじゃん。余計なことすんなよ。悪いけど行くなら一人で行け。ゴイチ、帰った。一人ででしょうか？あ、いえ、北園君に付き添いお願いするって言ってました。もうそろそろ着く頃だと思いますけど。わかりました。何やってたの？もしかして少し？ごめん、今立て込んでるから帰って。ちょ待ってよ。まさか一人で来たの？強い味方ができたんだよ。だからって危ないことしないでよ。来るか。いいよいいよ。それよりさ、どこ引っ越すの？この近所？キラ、どなた？うん、今忙しいから明日話す。ほんと気をつけて帰ってよ。じゃあ。先生にはさ、ゴイチと書いてることにしといて。どうしてなの？どうしても。いいけど。さっきはごめん。なんか
誰にも見られたくなくて。明日先生に挨拶したらママの実家に行く。長崎で暮らすんだ。パパがねもうずっと帰ってこないの。手紙に離婚届が入ってて、それだけ。笑っちゃうよね。パパもママもお互い仕事ばっかで、それでしょっちゅう大喧嘩。もう昔には戻れないって。それでピアノ。だってもう弾けないから。なんでだ。ママがねそばにいてくれない人のことこの先もずっと追いかけるのかって。私のピアノ聞いて泣いたの。そんなママの前でどんな顔して弾ける。私はピアノ始めろって、ピアニストになれって応援してくれたパパが大好きだよ。好きだから許せない。どうして言ってくれなかったんだよ。多分羨ましかったから。ケンの家族って高くていつも羨ましかった。もう帰ろう。咳も出てるしみんな心配してるよ。タクシー拾ってくるね。はい、キラちゃん。そう、ありがとう。母さんごめん。ごめんじゃないでしょ。風邪ひいたら大変な病気になるのよ。無理しないでって言ってあったでしょ。見積もり出して。明日からしばらく学校休みなさい。そんな大げさだよ。このぐらいの熱で。ケン、何考えてんのよ。雨具も忘れて。お母さんが言わなかったら自分の体一つ守れないくせに人の心配してる余裕なんてないでしょ。俺なんかに心配されちゃたまったもんじゃないか。そんなこと言ってんじゃないの。自分の体なんだから大切にしてって言ってんのよ。お願いだから。いいわね。おい動くな。風邪の予防だ。注射なんか怖がって子供のくせに勝手なことをするからだ。よし、よくもんで。先生さ、明日熱下がったら学校行ってもいいよね。バカ言うな。頼むよ。キラと会うの明日が最後なんだよ。ダメだ。今は微熱程度で済んでるが、感染症にでもかかったらそれこそ命とした。健忘を守るのはあんたたちだ。油断は禁物だ。はい。キラちゃんと何があったか知らないけど、お前の気持ちはちゃんと伝わってるよ。人の力になりたいなら、まず自分が人の力必要としてるってことを認めないと。でもさ、明日はどうしても行きたいんだよ。また同じことを繰り返すのか。あまり母さんに心配かけんな。あったかくして寝ろ。
水田さん、どうして？とても残念なことですが、水沢さんが急に転校することになりました。じゃあ水沢さん、今日急に長崎に行くことになりました。もうすぐ行かなきゃいけないんで、本当にみんなと会うのはこれが最後になっちゃいますけど、落ち着いたら手紙書きます。今までどうもありがとう。みんなで一人ずつメッセージを書いてまして、はい、すると長島くんがまた熱を出してしばらくお休みすることになりました。またノートの協力よろしくね。ねえ、ケンのところ行こう。いいよ。気になってるんでしょ。キラ、もうみんなに挨拶済んだの？ママ、30分だけ時間ちょうだい。行きたいところがあるの。飛行機に間に合わないわよ。行く日だって時間だって決めたのキラでしょ。それはみんなに理由聞かれたら何て答えていいか分かんなかったからじゃない。本当は行きたくなんかないよ。キラ、何してるの？やっぱり行く。ダメよ、たぬき先生にも止められたでしょ。はい、はあ、お邪魔してもいいですか？来てくれたんだ。あの、俺もいいですか？こいち、さあ、二人とも上がってどうぞ。すいません。失礼します。本当休むことでもなかったんだけどさ、うちのおふくろ心配性だからさ。そっか、よかった。おいち、うん、あのさ、昨日は悪かったな。気にすんなって、自分がどじただけだから。そういえばおいち、この部屋来るの久々だよな。お前ら二人の邪魔しちゃ悪いと思って遠慮してたんだよ。なーにが遠慮よ。ケンいつも言ってたよ、ゴイチもうお前みたいに来てくれないのかって。サッカーのビデオ持ってくるって約束したまんま誘っても来なくなっちゃってさ。そういう自分こそ、中学に入ったら絶対音楽祭出るとか俺たちに約束してなかったっけ？私の場合はやめない事情ってもんさ。それはわかるけど、俺は音楽祭楽しみにしてたよ。俺も。お前あの CD 忘れんなよ。ごめん。何これ？犬足の翼。途中で嫌になってさ、本物がどんなんだったか忘れたし、なんか寂しいもんだよな。いつの間にか昔のこと忘れて、みんな変わって、そうやってバラバラになっていくものなのかな。俺は忘れてなんかないよ。犬足は昔から強さの象徴だった。あの犬足みたいに強く大きく生きれたらってお前はよく言ってたよな。言ってた。僕は犬足を見れたから強くなれる、奇跡が起こって病気も治るって。やつをだ聞かされた。なあケン、お前のすごいところは何事も途中で投げ出さないところだろう。この翼最後まで作れよ。そうだな。私も一度犬足見てみたかったな。そしたらケンみたいに強くなってパパのことも許せたかもしれない。だったら見に行くか、犬足。そう、3人で。ねえ、卒業旅行なんてよくない？もうその頃には嬉しいの決まったっけか。キラが長崎の女子校で、俺は都立に決まれば温度寺。ケンは野鳥学者目指して富士見大附属高校。それまで体直さなきゃな。そうだよ、ケンにかかってるんだから。春休みか。絶対よ、約束だよ。じゃあ春休み。春休み。ああ犬足か。犬足ってこういうのか、こんくらいか。ごめん、それ全然違うんだ。これ犬めっちゃでかいんだ。これ、そうそう、これだから羽が。あ、これ犬足。
こんにちは。ノート持ってきてくれる人遠くに行っちゃったから。はい、ありがとう。どう、受験体制整ってる？なんとかね。ちょっと気まずがうざいけどねそれも役に立つのよ。あ、また増えたね。よかったら持ってっていいよ。学校に来た鳥も乗ってるから。そう、うん、じゃあ遠慮なく。たぬき先生がね、もう熱も下がったし、そんなに行きたがってんだったら学校行かしてもいいって。友達との約束が聞いたんだなせっかくだから宮田先生に相談してみろよ。そうね。長嶋さん。はい。ケン君の様子が。ケン、ケン、ケン、大丈夫、大丈夫、しっかりして。お父さん、たぬき先生。ああ先生、長嶋です。息子が急に発作を起こして意識がないみたいで。何？とにかくすぐ来てください。落ち着いて言う通りにしろ。胸をゆっくりとさすってやれ。胸をさすってやれ、ゆっくりとだ。あ、それから？それだけだ。意識が戻るまで続けろ。今すぐ行く。ずっと落ち着けろ。ケン、目開けてくれ。ケン、聞こえる？ケン、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 聞こえる？ケン、ケン、ケン。母さん、ケン、よかった、よかった。さっき呼んだ？うん、夢か。びっくりしたんだよな。もう安心しろ、大丈夫。お騒がせして申し訳ありません。また落ち着いたら連絡させますので。どうぞお大事に。先生、ケンはどうなんでしょう？今は安定してるが、危険な状態には変わりない。発作は今後も同じようなことが繰り返し起こるだろう。もしあのまま意識が戻らなかったら、入院はできないんですか？どうしてもというなら受け入れ先は当たってみるよ。ただ入院してもやることはあんたらと何ら変わりはない。あとはお前さんたちが健坊とどう生きていきたいかだ。俺たちの手で剣を守っていこう。
それじゃあみんなで家事を分担して剣のそばについてやってくれ。父さんもなるべく早く帰るから。あ、私4時には帰れる。純はちゃんと部活に出ないよ。私がいるから。二人とも迷惑かけるわね。何言ってんの。お母さんこそ体壊さないでよ。ありがとう。じゃあ頼むな。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。何それ。緊急ボタン。苦しくなったらすぐ押して。超特急で飛んでくるから。母さん、うん、あのまま目が覚めなかったら俺どうなってたのかな。いやーね、何言い出すのかと思ったら。冬場に体調崩すのは毎年のことじゃない。でも熱もないのに安静にしてるなんて変だよ。目離した隙に俺が死んじゃうとでも思ってるわけ。そうなの。うん、男のくせにごちゃごちゃ言わないの。本当に悪かったら入院しろって言われるはずでしょ。洗濯物もうないわね。そんなこと言ってたのか。車椅子、緊急ボタン、状況がどんどん変わってきてんのよ。疑わざるを得ないわよ。四六時中一緒にいて大変だとは思うけど、なるべく普通にさ。うん、そうよね。おい、光。お父さん、どうしよう。お父さんにも連絡して。先生、中にいるよ。体の方は心配ない。呼んでくるよ。簡単じゃないぞ。え、本当の病状を教えてくれるまでは一歩も動かないと。立てこもってる最中だ。たぬき先生は嘘をつくと5秒で目が動くとか。何を言っても聞く耳を持た。すみません、ご迷惑をおかけして。いや、あの発作が相当こたえたんだろうな。一度恐怖を覚えると今度はいつ来るのかとそればかりを考えるようになる。任せていいかね。はい、私行ってくる。まったく、車椅子使うようになったら余計心配が増えたわ。母さん。うん。俺やっぱりもう治んないんだよね。今まで心臓の穴なんていつか閉じると思って信じて頑張ってきたけど、なんかもう自信なくなっちゃった。どうして。発作の時分かったんだ。真っ暗な世界に飲み込まれて一生懸命叫んでも誰も来なくて、あのままお母さんの声が聞こえなかったら自分がどうなるか分かった。心臓はとっても弱い状態なの。
きくなったでしょ。だからそれだけ負担がかかるんだって。じゃあ手術はできないんだ。今は難しい。でも発作は来るんでしょ。そうね。そっか、もう大きくなっちゃいけないんだ。そっか。大丈夫よ。お父さんもお母さんもいつもケンのそばにいるから。発作が来たってちゃんとケンのこと守ってみせる。俺さ、まだ死にたくないんだよ。死なせないわよ。絶対死なせない。今までだって病院で何言われても何度も乗り越えてきたじゃない。今大切な力を忘れてるの。希望忘れたら誰だって不安になるし怖くなるわよ。でもお母さんはこれから先もずっと剣の強さ信じてる。お父さんだって先生だってみんな剣の力信じてるから。剣は一人じゃないんだから。一人で辛いって思わないで。剣がしっかりしてくれなきゃお父さんもお母さんも何もできないじゃない。宮田先生いらしたわよ。また食べなかったの？ちゃんと食べなきゃお薬飲めないじゃない。食べたらどうなんの？元気になるのよ。熱もないんだからちゃんと起きて。みんなケンのこと応援してんのよ。キラちゃんたちとの約束どうすんの？春休みみんな楽しみにしてるでしょ。ほっといてくれよ。せっかくいらしていただいたのにすみません。いえ、発作の時正直言って驚きました。でもそんなに悪いなんてまだ信じられなくて。やりきれませんよね、親なのに。そばにいることしかできなくて。なんだかいつものお母さんらしくないですね。これを見るまでケン君はただ鳥が好きなだけだと思っていました。でもそうじゃなかった。野鳥の生態を知ることでこれから生まれてくる子供たちに少しでも多くの視線を残したい、未来の命を守りたい、そう書いてありました。そんな子が簡単に病気に負けたりしますか？私、周りに何を言われようがケン君の意思を尊重して育ててきたお母さんに
いつも感心していました。だからやりきれないなんて言わないでください。私もみんなと一緒にケン君を卒業させるつもりでいます。これからじゃないですか。ありがとうございます、先生。あの子の夢応援してやってください。いろんな希望を持たせて前に押してやってください。お願いします。はい。どこ行くの？気分転換。たまには外出ないと息詰まっちゃうでしょ。何？小麦取りだ。へえ、さすがよく知ってる。宮田先生もね、褒めてらした。でも不思議よね。お母さんたち県に鳥のことなんか教えたことなかったのに、なんでこんなに興味持ったんだろう。どんどん一緒に遊ばなくていいよ。自分もあんな風に遊べたら好きにはならなかった。そういえばどうして僕だけ遊んじゃいけないの。よくピー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 泣いてたわよね。前一度思いっきり叩かれたよ。誰に？母さんに。自由に見えても本当に自由な人は少ないってさ。そんなこと言った？言った。最初は全然分かんなかったけど、でも鳥見てたら少し分かった。あいつらも自由に見えて餌探したり縄張り争ったり毎日結構必死でさ、人間にどんどん居場所を奪われてるのに自分の生きる場所をちゃんと見つけてる。しっかり生きてるって思った。ケンもしっかり生きてるよ。これからだってそう。お母さんたちは手助けしかできないけど、ケンの人生なんだもん。一日一日大切にしっかり生きていかなきゃ。みんなで犬足見に行くんでしょ。きっと会える。病気だってちゃんと治るよ。ケン、また残しちゃうんじゃない？食べてくれなきゃ困るんだけどね。お母さん！ケン！どうしたの？ケン！お腹すいた。ご飯まだ。勘弁してよ。何なのよ。ちょっとケン、びっくりさせないでよ。本当にな。休み。
習行くってどういうこと？音楽祭でキラに演奏してほしいんだ。ていうか俺がもう一度キラの演奏を聞きたいんだ。だからって無茶言うなよ。電話で誘ってみたらどうだ。東京に来るのは無理だって言われた。だから俺が行って無理じゃないってことを見せてやりたいんだ。俺キラのことずっと中途半端で気になってたんだ。あいつ本当はピアノやめたくないんだよ。犬足見れたらピアノを諦めないで済んだかもって言ってた。でももし約束果たせなかったら絶対後悔すると思う。俺の力信じるって言ったよね。俺も自分の力信じてる。今自分にできることやりたいんだ。お願いします。俺からもお願いします。の力になろうって子だもん。そう簡単にへたばったりしないわよね。そうだな。よし、気持ちよく送り出してあげましょう。やったなお前。ゴリシ君、何かあったらすぐに連絡頼むな。はい、くれぐれも気をつけて行ってきて。父さん、母さん、ありがとうね。よし、捕まるか。後ろ支えますね。すいません。どうぞ。すいません。ごゆっくりどうぞ。はい、ブーチ。ん？ありがとうな、付き合ってくれて。バカ、礼なんて改まって言うなお前。気持ち悪いな。これお前から渡すよな。ありがとう。はい。上手だったな。練習しないであれだけできれば上出来だよ。ありがとう。パパとママも来てくれたんだ。二人で一緒に聞いてくれたの。よかったな。本当はねピアノなんかもう見たくなかったけど、最後に一番聞いてほしい人のために弾けてよかった。ケンのおかげだよ。春休みの約束忘れないでね。当たり前だろ、楽しみにしてるよ。もしその時犬橋見れたらさ、もう一度ピアノ弾くよ。今度はケンに最後まで聴いてもらいたい。ああ約束だよ。それからのケンは心なしか調子が上向いていった。ケン、ケン、ノート持ってきたぞ。ちょっと小市君。サンキューな。今テスト中よ。すいません。お、数学かお前。数学。そこに座ってなさい。はい。はい。5秒前よ。はい、おしまい。はい、お疲れ様。はい、お疲れ様。お前よくできんな、こんなに勝手に取らない。あ、でもね、俺の方がもしかしたらできてるかもしれない。俺ね、何点くらいでしたっけ先生。こんなここ書いてなかったじゃない。また点数上がったな。すごいじゃないか。まあね。今日は早く寝なさいよ。でもなんか腹減ったんだよね。何言ってんのよ、もう遅いでしょ。そんなんでまた母さん呼び出すなよ。分かってる。じゃあおやすみ。おやすみ。おやすみ。
ち着いて。大丈夫だからね、ケン。ケン、頼む、先生、頼む。ゆっくり、苦しくないから、苦しくないからね、ケン。ゆっくり呼吸して。大丈夫よ、落ち着いて。長島ですけど、佐々木先生ですか？苦しくない。ケンが激しい発作で、早く来てください。お願いします。ケン、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 聞こえる、ケン、ケン。お父さんもお母さんもお姉ちゃんもみんなここにいるからね。ケン、ケン、聞こえる、ケン。ゆっくりゆっくり、大丈夫だから、ケン、ケン。連れて行ってくれるの？うん、いいの、もう一度見せたい。ありがとう。イヌワシ見れるまで何度でも行こう。だから早く元気にならなくちゃ。母さん、苦労かけたね。母さん、約束。
注射はしねえからな。あんたらもここまでよう頑張った。俺には真似できん。15年間お世話になりました。お役に立ちませんで。宮田先生とキラちゃんと剛一君が来てくださったわよ。お前何やってんだ。春休みの約束守んじゃねえのかよ。長嶋君よく頑張ったね。本当によく頑張った。ケンに一つお願いしてもいいですか。はい。上手だったな。練習しないであれだけできれば上出来だよ。ありがとう。パパとママも来てくれたんだ。二人で一緒に聞いてくれたの。よかったな。本当はねピアノなんかもう見たくなかったけど、最後に一番聞いてほしい人のために弾けてよかった。ケンのおかげだよ。春休みの約束忘れないでね。当たり前だろ。楽しみにしてるよ。もしその時犬橋見れたらさ、もう一度ピアノ弾くよ。今度はケンに最後まで聴いてもらいたい。ああ約束だよ。それからのケンは心なしか調子が上向いていった。ケン、ケン、ノート持ってきたぞ。ちょっと小市くん、サンキューな。今テスト中よ。すいません。お、数学か。お前数学だ。そこに座ってなさい。はい、はい、5秒前よ。はい、お疲れ様。はい、お疲れ様。お前よくできんな、こんなに。勝手に取らないで。あ、でもね、俺の方がもしかしたらできてるかもしれない。俺ね、何点くらいでしたっけ先生。そんな書いてなかったじゃない。また点数上がったな。すごいじゃないか。まあね。今日は早く寝なさいよ。でもなんか腹減ったんだよね。何言ってんのよ。もう遅いでしょ。そんなんでまた母さん呼び出すなよ。分かってる。じゃあおやすみ。おやすみ。おやすみ。
さん。落ち着いて、大丈夫だからね、ケン。ケン、ケン、落ち着いて頼む。ゆっくり、苦しくないから、苦しくないからね、ケン。ゆっくり呼吸して、大丈夫よ。落ち着いて。長島ですけど、佐々木先生ですか。苦しくない。ケンが激しい発作で、早く来てください。お願いします。ケン、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 聞こえるけん、けん。お父さんもお母さんもお姉ちゃんもみんなここにいるからね。けん、けん、聞こえる。けん、ゆっくりゆっくり、大丈夫だから。けん、けん、ゆっくりゆっくり、けん。ケン、ゆっくり、ゆっくり、ケン。母さん、うん、春休み一緒に行こう。母さんも連れてってくれるの？いいの、わし、もう一度見せたい。犬足見れるまで何度でも行こう。だから早く元気にならなくちゃ。母さん、うん、苦労かけたね。ケン、母さん、
健保、もう注射はしねえからな。あんたらもここまでよう頑張った。俺には真似できん。15年間お世話になりました。お役に立ちませんで。宮田先生とキラちゃんと剛一君が来てくださったわよ。お前何やってんだ。春休みの約束守んじゃねえのかよ。長島君、よく頑張ったね。本当によく頑張った。ケンに一つお願いしてもいいですか？どうぞ。だったらケンが作っていた翼もらえませんか？翼？イヌワシの翼です。ああ、この棚にあったんですけど、この箱かな。つもりだったのね。最後までやり遂げたんだ。こっちは剛一君のだ。このピアノ演奏ありがとう。イヌワシの翼ようやく完成しました。
初めての飛行機の旅に付き合ってくれた五一にも同じ翼を送るつもりです。九州でのキラの驚いた顔、あのピアノ演奏はこれからもいい思い出になりそうです。小さい頃、僕は犬ワシの奇跡を本気で信じていた。今まで奇跡的に助かったのも犬ワシから強さをもらったから、そんな風に思ってた。でも今頃になって本当の奇跡が何なのかやっと分かりました。ここまで強く生きてこられたのは決して奇跡なんかじゃない。父さん、母さん、姉ちゃんたちみんながいつも僕を支え、僕に力をくれたから、母さんにいつも言われてました。希望を持て、希望を持てば必ず奇跡が起こると信じさせてくれた母さんに、感謝しています。多分キラも僕と同じように家族からたくさんの希望をもらってきたと思う。その一つ一つを思い出せば、いつかきっとお父さんを許せる日が来る。その時がキラが本当に強くなれた日だと思ってます。僕はこれからも希望を捨てたりしない。できることなら犬ワシのように強く生きてみたい。キラもいつかそう思えますように。少し早めのクリスマスプレゼント送ります。春休み絶対会おうな。剣は飛び立っていった。本当の自由を求めて。皆さん持ちますってこれ。双眼鏡持ったか。持った。二人とも犬足見れるといいね。2メートルもあるって本当っすか。そうよ。でも全国で生息が確認されているのは300羽いるかいないかだって。そんな少ないんだ。会える方が奇跡。ゲンはそういう鳥たちを守りたかったの。乗って。はいはい。オッケー。はい、じゃあね、行ってきます。いらっしゃい。ほら、父さんも早く会社行かないと遅刻するよ。お、そうだな。行ってきます。いってらっしゃい。この辺よ。本当だ、仮葉山って書いてある。ケンはここで犬ワシに会ったんだ。うん。はいはい。お前何始めんの。ケンとの約束、今度は最後までピアノ聴いてもらわなきゃ。ってことは始めたんだ。うん、ママも応援するって言ってくれたし、パパがピアノ送ってくれたの。そう、ケンが聞いたらきっと喜ぶわ。
イヌワシはほんの一瞬姿を見せてくれた。私は剣を見た気がした。私に、家族に多くの希望を与えてくれた剣の姿を。